吉田さん、やらしいですね。私の戦略をね、ばらさないでくださいよ。っていうかね、戦略というよりも、もうその意識はないんですよ。もう当たり前のようにこの流れでやってるんですよね。まず自分が給付金なりコロナ融資なり受けてみて、その手順を理解して、どうだったらダメなのかなってことを反証してですね、そして自分の実績をもとに、こういうことができますよというふうな発信をして、そこに対して、どういうふうにやるんですかってお問い合わせをいただいて、一件一件返信をさせていただく、そしてですね、これで申請しましょうというふうな動機づけを与えて、あ、本当だ、できた、もしくはできなかったんだけどどうしてだろうっていうところに、これはこういうふうにしたら解決しますよってことをね、すでに代金いただく前にいわゆるコンサルを詰めてるわけなんですよ。それに対して結局ね、結果が出るわけですよ。入金がありましたとかね、融資がおりました、融資の金額が思ってた10倍ですという形で、うわーよかったっていう解放感と、今まで誰に聞けばいいのか分からなかった、いろんな人に相談したけどダメだった、でも速稼塾の久保さんはさすがこんなことでも答えてくださって、そして結果に結びつけてくださった、ということはこの人ビジネスセンスあるんじゃないの、隠居とか言ってるけども稼ぎ続けてるよねっていうふうに自分で解釈するんですよ。でまさに私は全ての会話の中にこれが入ってるんですよね。というよりも私は24時間自分の時間を過ごしてて、誰にも拘束されない、そして金銭的な制限もほとんどない、まあもちろんね、大贅沢はできないですよ。でも金銭的な制約も時間的な制約も今ない状態でですね、日々毎日自由に暮らしている中で、動画のアップロード本数も毎日毎日やってると、この人暇に違いないと、しかもたまになんか高そうな車が見えてると、住宅ローンは一括で払ってると、ローン組んでないと、で、結婚したばっかりで子供がいると、なんだこれはみたいな感じになるんですよね。ということは私が自分の実績をひけらかさなくても、すでに久保さんってどういう人なんだろうっていうふうに勝手に調べていただければ調べていただくほど、こういうふうなことを成し遂げてる人なんだ、しかも40歳まで麻雀店の赤字店員だったんだ、しかも独身みたいな形で興味を出してくれるわけですよね。ですでに私はね、この給付金の手順なんとかかんとかをもう戦略でやっているというよりも染みついてるんですよね。だってまずは私は速稼塾に入っていただかなくても給付金を受け取る方が増えればいいなと思ってますし、コロナ融資でピンチを切り抜ける方が増えればいいなと思ってるだけなんですよ。でそのお手伝いをして結果に結びついたら、 あとはね、その行動していただいた方が私の出会いがきっかけでそうなったっていうふうに思ってくださるんですよね。他の人はどんなに相談してもダメだった、実績のない人からのアドバイスは受けた、でもこの速稼塾の久保さんは実績があって、しかもそれをやってのけていると、アドバイス通りにやったらそうなったということでね、今100名以上の方が申請をしてくださってます。コロナ融資はじめ着金した方も大勢いらっしゃいます。今日も着金連絡がありました。いやね、だから人が困った時にビジネスマンなら俺の力を使ってくださいと言えるかどうかなんですよね。そしてその力に対してこの力はいくらいくらですとちゃんとネゴーションができるかどうかですよね。これでビジネス完成なんですよ。危機が訪れた時にどうしようどうしようって狼狽してるようではそれはビジネスマンではないんですよ。普通の人です。それは危機が訪れた時にこそ自分の持てる能力をビジネスとして顕在化させることが全てだと思うんですよね。みんなが困ってる状態です今ね。2月3月4月5月6月とみんなが困ってる状態です。みんなが困ったところに自分の出る幕があるわけですよ。それがビジネスじゃないですかと思うんですけどね。みんなが困ってる時に自分まで困っていて何のビジネスチャンスが見つかるんだってことですよ。みんなが困ってる時にその困ったを解決できる自分でいることがビジネスだと思うんですよね。だからみんなが困ってない時ってビジネスが必要ないんですよ。だから売り上げ下がるはずなんですよ。みんながピンチの時にこそ売り上げが上がるということだと思うんですよね。さあそれでね、吉田さんの戦略100万本戦略はこれは追いつけないですよね。私もきついですね。というよりも吉田さんと本数で競争はしているんですけども、今日の時点で公開動画を切られたら私の敗北です。それは仕方がないんですよ。私にも勝てない人がいるというふうなことは私にとってのすごく励みですからね。で吉谷さんの背中をこれからも追い続けていかないといけないかなと思いますし、吉谷さんにね、侮れないやつというふうに思われたいと思いますしね、そういう意味ではすごくいいライバル関係であり仲間のような関係でありますし、一種ね、なんかこう同胞といいますか、我が身のようなそんなね気持ちさえしますね。ということで本日は以上です。吉谷さんの戦略はやっぱすごいですね。100万本ね、私もね100万本って言葉出ないですね。出ないですね。10万本くらいだったらパーンと行くんですけどね、チャンネル登録10万人くらいだったら勢いでいるんですけども、勢いでも100万本俺は行くぜみたいなことは未だにねちょっと口から出てないですね。というところで
100万本目指す吉谷さんと100万本目指してない私とではもう勝負あったなというところでございます。その点につきましてはね、敗北でございます。ですんで負けたままではいません。私もね、100万本というものが言えるようにもっと実績と自信を磨いていこうかと思いますんで、よろしくメカドック、いってらっしゃい。